とんかつです。この動画は天国変霊式4層前半サイコロフェーズの解説動画です。左のタイムラインでいくと下から3番目のとこですね。では行きます。1個前のギミックパラデイグマ3回目が終わると全体攻撃の後タンク強攻撃が来てからサイコロフェーズに移行します。はい、こんな感じでボスを囲うようにザコがいっぱい降ってきて痛めの全体攻撃と同時にフィールドの形が変わります。こんな感じの小さな八角形のフィールドですね。でボスが消えたらサイコロフェーズ開始。まずこの八角形の頂点のどこかにボスが湧きます。で全員にランダムに1から8のサイコロマーカーがつきます。でボスを基準として3回していくんですけどボスの体格に13、ボスを来たとして東に68、ボスを来たとして西に57、ボスを来たとして1個時計回りにずれた頂点のところに24が立つ。初期配置はこれですね。でまずボスが1番に向かって突進して円範囲をしてきます。この円範囲床に残るタイプの円範囲なので時計回りにずれます。ボスが突進したのを確認したら24番の人はちょっと半時計にずれてこの面のところに移動します。なんでこの微妙な位置調整が必要なのかというと一番最後にわかります。で次は2番に向かって突進して円範囲を打つ。円範囲の床が現れたら時計回りに移動する。これを繰り返しつつ中央にいるザコが近い人を2人に向かってビームを打ってくるんですね。それを誘導する順番は最初は57、次に68、で次に13、最後に24。この順番でビームを誘導していきます。なのでこの初期3回の配置についた時点で57の人は中央に若干寄っといてください。これ注意点なんですけどビームを誘導するときに中央に寄りすぎてしまうとボスの突進が中央を通るのでそれに引かれてしまうんですね。なのでビーム誘導をしない人は外周に寄る、ビーム誘導をする人は少しだけ中央に寄るっていうのを徹底してください。ビームを誘導しながら3番の人への突進が終わったら57組と13組は立ち位置を入れ替えます。でビームのタイミングって割と毎回ブレるんですよ。早かったり遅かったり、まあ、4回目の突進が来るまでにはだいたい2回目のビームは来ているので2回目のビームが来たら13は中央による、4番への突進が来たら24番と68番の立ち位置を入れ替えます。でその後も3回目のビームだったり5番への突進だったり同じことの繰り返しですね。6番への突進が来るあたりで1回目の円範囲が消えます。はい、でここですね。最初に24番の人が半時計にちょっとずれたのってここの最後の4番目のビームの時に68番の人がビームを避ける隙間っていうのがなくなっちゃうんですね。そのための微妙な位置調整です。あんまり半時計に回りすぎても今度は13番の人が7番への突進を避ける時の隙間がなんかなくなっちゃいますしね。ということで続きも動かしちゃいます。最後のビームは終わってるんであと7番と8番への突進が来て終了ですね。では実際の映像でいきましょうか。ではサイコロがつくところから今回は2番なのでここですね。突進が来たらちょっとずれます。でこのサイコロフェーズ一番重要なのはビームの回数をちゃんと数えることと外周にしっかり寄ることですね。このボスからの突進距離がかなりシビアでちゃんとフィールドの端から端じゃないと距離減衰が足りなくて死んじゃうんですよね。なのでちゃんとフィールドの端っこに立つのが大事です。はい、今1回目のビームが来ました。はい、2回目のビームが来ました。はい、3回目のビームが来たので誘導ポジションに入ります。6番8番の人に当てないように位置調整ですね。でこれビーム誘導の時中央を見てどっちが左でどっちが右に立つかみたいのはそれぞれの固定で決めてください。野良だったらマクロに従ってください。で4発目のビームが来たら最後8発目の突進が来るまで待機して最後北の足場に移動して終了ですね。そう、このフェーズが終わると真ん中2列の足場がなくなるのでサイコロフェーズが終わったらすぐに北の足場に移動してください。では次のパターンいきますか。今回は6番ですね。ボスを北に見て東の位置に3回します。2発目のビーム担当なので1発目のビームをよく見て1発目のビームが来たらすぐに近づく。ちょっとこれ寄りすぎかもしれないですね。もうちょっと下がった方が安全です。ビーム誘導が終わったら離れる。4発目の突進が来たら立ち位置の入れ替え、あとは6番と8番の突進が来るのを待つだけですね。
では次のパターン。はい、今回は5番ですね。ボスを来たとして西方向に3回です。1番目のビーム担当なので最初から中央に近づいておきます。で、1発目のビームが来たら外周に寄る。3発目の突進が来たら場所を入れ替わって、あとは突進を待つだけ。はい、終わりですね。お、また2番ですね。最初の突進が来たらちょっと移動。ビーム1発目。2発目、3発目が来るまで外周で待機です。はい、来たので4発目を誘導しに行きます。はい、見てください。中央に寄りすぎて突進に引かれました。タンクだから生きてますけど、他のジョブだったら死んでましたね。で、さらにビーム誘導が後ろすぎて、ほら、6番8番の人ビームに当てちゃってますね。今回の動きは非常に良くない動きをしてます。はい、8番の突進が来て終了ですね。まあ、この回の動きは反面教師にしてください。では次、最後ですね。ごめんなさい、他の番号の実際の映像はありませんでした。最後、5番です。ボスを来たとして西に移動して一発目のビームを誘導します。はい、来たのであとは3番目の突進が来たら場所入れ替え、で8番目の突進が来たら終了。以上です。最後にポイントをおさらいしておくと、自分のビーム誘導の順番と今ビームが何回来てるのかをしっかり把握する。次にビーム誘導以外の時はしっかり外周に寄る。ビーム誘導をする時は他の人に当てないように意識する。あとはまあこのフェーズ全体的にダメージが痛いので軽減とか回復とか漏れのないように、以上のことを意識すれば割とサイコロフェーズは安定するんじゃないですかね。では天国編4層前半サイコロフェーズの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。